サワディーカップ、今日もですね、ジャイですね、これの続きを見ていきましょうですね。ですから2回目としておきました。全部でですね39個になりましたね。ですから前回と合わせてトータルで、69というところでしょうかね。はい、動詞形っていうところの続きです。これは動詞形って僕勝手に言ってるだけなのであまり気にしなくてもいいんだけれども、この動詞が来て O ですね、この O のところに J が入りますよっていう、そういうパターンですね。はい、見ていきましょうですね。31番、どんどんいきますからね。カオチャイ、カオチャイ、これはもう皆さんご存知ですよね。理解する、わかるですね。あくまでも頭の中で理解する、そういう意味でのわかるですね。次32番、トッチャイ、トッチャイですね。これは心、これは落ちる、落とすですよね。ですから意味はびっくりするっていう意味になります。なのでこれはまあネガティブなんで青ですね。ポジティブやったら赤っていうふうに、これはまあ前回の続きで、タイ文字の方で色分けをしているというところでしょうかね。ちょっと言い忘れたんだけれども、カオチャイのカオはこれ入るですね。ですから心に入る、理解する、心が落ちる、びっくりする、そんな感じでしょうかね。次ですね、33ですね。ブレッチャイ、ブレッチャイっていうと、不思議に思う、ちょっといつもとは違う、変に思うって意味ですね。このブレッ、ブレッっていうのが、これが変だ、いつもと違うってそういう意味ですね。じゃあ次34番ですね。トゥージャイですね。トゥージャイっていうと気に入るっていう意味ですね。心に当たるですね。それで気に入る。次ドンジャイ、ドンジャイ、このドンも当たる、ぶち当たる、ぶつかる、心に当たる、心にぶち当たるですね。むちゃくちゃ気に入るとか、そういう意味です。心に響くとか、そんな感じで捉えていいのかなっていうふうに思いますね。よく、テレビのコマーシャルとかでドンジャイ、ドンジャイっていうふうに、使われていたりもしますっていうところです。はい、次36番、プラタジャイですね。プラタっていうと反抗を押すですね。プラタ、プラタ、大丈夫ですね。プラタっていうとやっぱり反抗を押す、陰影を残すとか、そういう意味なんですよ。なので心に反抗を押す、心に印を残す、陰影ですよね。ですからこれプラタッチャイで印象に残るっていう意味です。次ですね、ノウチャイ、ノウチャイっていうと、ノウっていうとこれ外の意味です。ですから心を外にする、ノウチャイ、浮気するっていう意味ですね。はい、次38番ですね。ポージャイ、ポージャイですね。これまあ心十分でしょうか。ですから満足するっていう意味です。はい、次です39番、プームジャイ、プームジャイですね。プームっていうとこれ誇りっていう意味ですね。ですからプームジャイ、プームジャイで、まあ誇り、心で、まあ、誇りに思うでいいですよ。プームジャイ、誇りに思うですね。いい言葉ですね。はい、次です、ワイジャイ、ワイジャイですね。Y っていうと置くっていう意味があるので、 Y ジャイで心を置く、はい、信用する、信頼する、そんな感じでしょうか。はい、次41番、ワンジャイ、これも同じなんですね。ワンは置くっていう意味ですね。ですから心を置く、信用する、信頼するでいいです。これとこれも同じだっていうふうに捉えていいと思います。日本語のように信用と信頼の違いはとか、それ、この場合は考える必要は僕ないと思いますね。セットで Y ワンジャイ、 Y ワンジャイっていう言葉もありますから、これもよく使います。ですから信用する、信頼するはまとめると Y ジャイだけでもいいし、ワンジャイだけでもいいし、セットにして Y ワンジャイって言ってもいいんですね。はい、次42番ですね。チュアジャイ、チュアジャイですね。まあ、チュアっていうと、信じるっていう意味です。まあ、それに心をつけて、チュアジャイ、チュアジャイ、うん。これも意味としたら、信じる。そういう意味ですね。believe ですね。believe、チュアジャイ、うん。チュアジャイ、誰々とかで、誰々を信用するっていうようなね、使い方もよくされるのかなと。ワイジャイとか、
ワンジャイとかプームジャイとかも一緒でしょうかね。じゃあ次ですね、マンジャイ、マンジャイですね。これは、地震を、地震があるでいいですね。マンジャイで地震がある、マンっていうとしっかりとしたってそういう意味でしょうか。でジャイが心ですから、これで地震があるってそういう意味ですね。こういうのもよく使いますね。次44番ですね。ねえジャイ、ねえジャイですね。っていうと確信を持つ、確信があるってそういう意味です。ねえってねえのーんとかのねえと一緒です。ですからもちろんとかきっと何ないんだろうってそういう意味ですね。それに心がついていて、確信を持つ、確信があるでいいでしょうかっていうところですね。じゃあ次ですね、タンジャイ、タンジャイですね。タンジャイっていうと、心を立てるっていう、このタンっていうのは立てるっていう意味ですね。でタンジャイ何々で、頑張って何々するってそういう使い方がよくされますね。あとは、ネガティブな意味も持ってるんですね。なのでこれ赤と青にしておきました。タンジャイ何々でわざと何々する、タンジャイタンジャイマイ、わざとやったんじゃないのみたいな、こんな感じで、よく使われていたりもします。まあ、シチュエーションでわかりますどっちなんかなっていうのは。はい、じゃあ次ですね、46ですね。これはちょっと難しめの言葉で、サクアンジャイ、サクアンジャイ、サクアン、サクアンっていうと震えるですね。ですからサクアンジャイで心が震える、震撼するとか、そんな感じになるのでしょうかっていうところです。いいですね。じゃあ47番からですね、ここからもざーっと見ていきましょう。またカタカナ単語書の単語帳の方は、説明欄に入れておきます。はい、次47番、チャラージャイ、チャラージャイ、これうっかりするっていう意味です。この言葉僕初めて知ったんですよ、教えてもらいました。次48番、うあジャイ、心が苦しい、心苦しく思うってそういう意味ですね。次49番、これも僕初めて知ったんですよ、これよく使っていた、聞いていたのかなっていうところはあるんですけどもね。サープスンジャイ、サープスンジャイっていうと、深く感動する、うん、骨身に染みるほど感動するとか、そんな感じの結構かなりいい言葉のようです。次50番です。ヘンジャイ、ヘンジャイですね。これは同情するっていう意味です。ですからちょっとネガティブにしておきました。ヘンジャイ誰々で誰々さんに同情する、そんな言い方です。ヘンっていうと見えるっていう意味ですね。この辺と一緒です。次51番です。ダイジャイ、ダイジャイ、これダイジャイ誰々で誰々の心をつかむです。ダイジャイ心をつかむ、52番ですね。これは A さん、ダイジャイっていう風にここに主語に人が入ります。では A さん、ダイジャイっていうと、これは A さんは図に乗ってるっていう意味です。ですから全然意味違いますよね。はい、注意してくださいですね。次53番、タムジャイ、タムジャイですね。タムっていうと従う、心に従う、甘やかすです。タムジャイ誰々、タムジャイ子供とかやったら子供を甘やかす、そんな使い方でしょうか。はい、次54番、ルージャイガン、まあガンも入れておきました。ルーって言ったら知っている、チャイは心、ガンはお互いに、ですから気心が知れている中とか、そんな感じですね。はい、次ミージャイ、ミージャイっていうと心がある、気があるです。なのでミージャイ誰々で誰々さんに気がある、誰々さんのことが好きなんだ、そんな感じの意味ですよ。はい、じゃあ次56番ですね。これ僕通訳の時に結構使いますね。レンジュンジャイ、レンジュンジャイっていうと心を引っ張る力、モチベーションのことです。動機づけですね。次57番ですね。ディートジャイ、ディートジャイ、これそのまんまです。心に対していい、心にいい、そんな感じです。次58番です。グランジャイ、グランジャイですね。これは
息を止める、息が詰まるとか、そんな感じです。歌の歌詞なんかでも出てきたりしますよ。息が詰まるとか、そういう思いってあったりしますよね。はい、次59番ですね。ノイチャイ、ノイチャイ、ノイって言うとこう小さいですよ、ね、ですから心が小さい、小さくなっていく、いじけるってそんな意味です。ノイチャイでいじける、いじけてる。はい、次60番です。こっからはもうどっちかっていうと、これもう名詞なんですね。キッナイチャイですね。心の中でですね、ないなんで、心の中で思う、キッナイチャイ、キッナイチャイですね。心の中で思う、考えておくとか、そんな意味でしょうか。はい、じゃあ次、ナイチャイをそのまま持ってきました。ペーナイチャイ、ペーナイチャイっていうと、心の中のペーはこれ傷です。ですから心の中の傷で、これトラウマのことなんですよ。はい、じゃあ次62番ですね。ガムランジャイ、ガムランジャイ、心の力、気力、気力でいいでしょうか。ただこれなんだけれども、ガムランジャイだけで使うよりも前にハイをつけることがすごい多いです。はい、ガムランジャイ、はい、ガムランジャイ、気力を上げる、意味は励ますです。よく使いますよ。次64番、ジャイコー、ジャイコー、ジャイコーっていうと、これジャイと一緒でいいです。ですから、これ緑にしたんですね。ここも緑にしたんですよね。この緑っていうのは、ポジティブでもネガティブでもなく、まあ、真ん中ニュートラルかな、そんな感じです。ジャイコーで意味はジャイです。ですから心、気持ち一緒です。次、フワジャイ、フワジャイですね。フワジャイっていうと心臓です。心臓、体の部位の心臓ですね。ですからこれもニュートラルでいいのかなと。ただもちろん、日本語と一緒で、仕事の肝とか、仕事の肝とか心臓部とかって言ったりしますよね。そういった使い方もできます。例えばフワジャイサムカンとか、サムカンっていうと大切って意味ですよね。ですからフワジャイサムカンで心臓部、重要部分、こんな意味で使われたりもします。次は66番ですね。もうさっきバー消しときました。ちょっと4つ書けなかったんですよ。最初からバランス考えとけっていう話ですよね。はい、行きましょう。66番はジャイクワン、ジャイクワンっていうと内容の心、気持ちで、ただこれはもう本当にニュートラルな言葉で、要点とか重要ポイント、そういう意味です。ジャイクワン、ジャイクワンですね。これも使いますよ、よく。次67番はジャイクラン、ジャイクランですね。っていうとクランは真ん中で、ジャイ、真ん中の心、これ何や、これ中心地のことです。例えばジャイクランバンコクとかって言ったら、バンコクの中心ってそういう意味です。ですからジャイクランムアンとか、ムアンよく使いますね。ムアンっていうと町ですよね。ですから町の中心エリアのことをジャイクランムアンって言ったりします。次です。ハイジャイ、ハイジャイですね。これまさにこれです。はぁですね、息を吸うです。このハイっていうと、これはまあなくなる、失うっていう意味なんですけれども、いい意味なんだけれども、ふぅってこう外に出ていきますよね。なのでハイジャイで単純に呼吸をする、息をする、これでいいです。はい、最後です。69番、ナムジャイ、ナムジャイですね。ナムジャイはこれとてもいい言葉ですね。優しさとか思いやりっていう言葉ですね。よくこの前にミーがくっつきますね。ミーですね。ミーナムジャイ、ミーナムジャイっていうと思いやりがある、優しさがある。例えばここに顔とかって言っていいですよね。顔って言ったら彼彼女ですよ。まあ彼彼女は思いやりがあるとかやったら、顔ミーナムジャイとか、顔ベンコンミーナムジャイって言ったりします。顔ベンコンミーナムジャイっていうと思いやりのある人だ、そんな感じでしょうかね。かなりのポジティブワードです。結構タイ人好きな言葉です。っていうところで最後69番で締めましたというところですね。ワニューキャニコンナカップコープンカップ。